さあ、皆さん、声のギャツムさんの登場です。もうは今日は何の曲を語ってくれるんでしょうか。もうちょっとね、ディベルジュレント、17番、皆さんがね、人生の宝だって言ってた、曲なんですが、宇野さんは、ウィーン発注相談を進めていますが、自分は、宇野さんが並んでね、レナ版もいいっつって、そのレナ版を書きたいと思います。いいどうです。ぞ。おお、まあ、すごいですね。うまいですね。うまいってか、この現実をもうレナにもう一度やるってことは無理でしょうね。もう、これはもう、たった今、含まれた命がもう、花開いてる部分ですね。ディビリティメント17番は、ワイフも好きでね、一楽章、ワイフ好きでね、大好そうでき。すね。ワイフでワイフです。ーす。もうこの井ノ原さんが言ったのはウィンの8時相談ですが、レナは1時相談であります。レナのバイオリンのしびれもいいんですが、このデニス・プレヴィンのね、ホルン、まあそんなにこれは目立たないホルンですけど、もっとホルンが目立てばもっともっといい録音になるはずそうでです。すか。そういう録音がね、オリジナルとかでちょっとあればね、見せるといいですよね。本当にいい演奏ですね。そうですね。もう、この悲しいところが、もうちょっと正しいですね、本当にね。どんな時でも音楽は楽しくなければいけません。いくら単調なところが続いてもね、パッと明るくなりますね。僕はブック、なんていうの？コフ？ブック、何？なんだっけ、インスタグラム？インスタグラムで、インスタグラムと何？フェイスブック。ェイスブックで、あっちゃんねる、畑山郁夫を、畑山郁夫と、あつむの部屋にようこそ、この、あやつ、あつむの部屋にようこそ、を、頑張っています。頑張っています。すごい、これにチャンネル登録よろしくって、お葬式で、飲んだら悲しい音みたいって流してダメるだよ、これやってるから、音がそうで二重になっちす。じゃないときゃに、う。こう、救えないような悲しい音ですけど。でも、二楽章がね、特に好きなの。まあ、これは五楽章ですが、また戻るわけですね。まあ、この魅力ってのはないですね。見てるとき、醍醐味ですよ。この次の役所まで聞きます。なんか引き取ってますね。これですよ、やっぱ思ったとは。どんな時も音楽は楽しくなきゃいけないですね。もうちょっと資本ですね。資源ですね。そうですね。
楽しみましょうね、次の学習も。まず続きますよ。もう、ティータッ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 。ちょっと背中もんで。背中もんで。指圧してください。凝ってますね、小柳さんも。もう一度、シャッシャッもう一度、シャッシャッシャッ。そんなで。疲れきて50歳が言われて、50に皆さん見えないと思いますけど、あと10年経ったら60ですよ。やばいっすね、先輩。やばいっすよ。やばいっすよね。ちょっと冗長の部分がいいです。うまいんですね、意外とね。ワイフに子供のように初めてだと思うんですけど、初めてだよね。初めてじゃない。凝ってますね。うん。あ、ワイフのリルナの部屋にようこそと、あ、リルナの、リルナのルリリリア部屋に、ニジロ部屋にようこそと、というチャンネルで。ニジロ部屋だよ。ただの。た、あ、虹色の部屋、リズナの虹色部屋と小沢美優です。うん、虹色部屋っていう YouTube と、なんだっけ、なん、ね、小沢美優、小沢美優、小沢美優の小沢は、あの、うん、商人、たくさんの作品さ、うん、うん、で、魅力の実と、遊ぶって書くんだよね。うん。うん、チャンネル登録ですね。すごいパンケーキになってますね。信じられない、ね。あ、今言ってください。これ、最後聞いてください。いいですね。いいですね。いいですね。この、あのね、宇野先生がビッシュって呼んだんですよね。懐かしいビッシュってね。この落学者を。いいこと言いますね、先生。心にくいですね。はい、うん。宇野さん、それいい、いいこと言います。どんどん、バイオリンのトリルをそんなと思いました、自分。この場合、なんと傷があるっていう。でも、モーツァルトの場合は、なんでね、いつも元気なのは、やっぱり、あの、こう、神宿る腕っていうのかな。うん、ごっと、もう、ちっちゃな頃から、もう、6歳の頃から、天才、神童って言われて、ピアノの天才としてデビューして、いろんな国を渡り歩いて、作曲も始めたら、もう、ドッドン。もう、曲は終わりますが、モーツァルトの天才を、どうぞ。楽しんでくださいね。皆様に挨拶を。ちょっと待って。もっと広い。もっと手伝いをどうぞ。皆さんで分け合っちまうと、分かっちゃいましょうね。うん、世界平和にかな、使っていく。うん、いかがです。すごいですね、レアナのうまさ。ああ、ケロヨちゃん、ケロジ、ケロジ、ケロジか。自分の弟分です。ケロちゃんですね。ケロタの子供ね。そうだね。こんなね、赤いね、ほっぺたしね、なんかホールっぽい、あれですね、男ですね、あの、
ケルジッツの周りには結構あのこう好きものじゃん、いやなんだあのねこうこうあのこう女好きが好きぞいてケロミちゃんとその子供であるケロミちゃんケロちゃん、仲がいいんですよね、愛妻家っていうかね、はい、終わりますよ。もうアフ大好きですからね、これ見よく見てかわいいですね、ケロちゃんですね、ケロちゃんとケロ、ケロジンとケロちゃんですね、こっちはケロミちゃんとケロちゃん、ケロちゃんとケロちゃん、ケロミちゃんとケロちゃん、わけわかんなくなってきちゃった。もうちょっと僕が一生言うて焦がして、あ、なんか出ましたね、あ、関係ないですね、ごめんなさいごめんなさい、なんか紹介して、みんな友達、友達ですね。世界人類でみんな友達です、ね。世界人類でね、レーナーのバイオリンは語らない会員だったらいいですね。うん、デンスプレビーの方にも語らない会員だけど。あ、な、音でしたしね、再現物。ララ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 ラ、天井の音楽です。完全に。天使は、いっぱい天使がいますね。もう天使の天使たちの渦があります。天国にそんで遊ぶ聞こえないがいます。幻覚じゃなくて本当に天使がいっぱいいますね。素晴らしい。こういうところのまあもう大好きなんですよね。この映画はね。不思議ですね、本当に素晴らしい、うん、泣けてきますね、うん、まあ、宇野先生がおっしゃった、うん、あの秋、これからね、雲がないし、それでこれから秋になる音楽だってモーツァルトは音楽を質的に持ってますが、僕はちょっと違うんですよね、うん、僕は完全に天使界の音楽として捉えてます、モーツァルト。それで、あの、こう、神が命を注がれた、あの、ね、モーツァルトの音楽を、花がパッと咲いたような、今咲いた生命力の花みたいな、いじらしい、尊い、ね、あの、愛すべき、こう、音楽として捉えてますね、僕は、うん。花もそうです。人もそうです。うん、もう本当に、愛という言葉で極まっていきます。これ、あの、もっと大事する人には、ですね。本当にこの音じゃないですか？あ、終わりますよ。もう終わります。天使たちがいますね。
戻りました。今聞きましたが、レナのばさん。すごいですね。そして、曲は終わります。でも、この曲の美しさは、不滅ですね。みたいに、曲であります。うん。歌は1月中から撮るかと思ったんですけど、時間の都合で、見えません。ごめんなさい。終わります。決まりますよ。もうちょっとですね。ありがとうございました。ちょっと長かったですね。ちょっと5番、語学習ちょっと、語学習がちょっと音楽が上調で、ちょっとね、語りがちょっと、こう、見慣れたのを謝ります。すいません。もう一つの、ディベートメント17番、ケヘル334でありました。もう一つの息っていうか、息の極致でしたね。じゃあ、終わりました。じゃあ、よかったら、チャンネル登録とか、グッドボタン持ってます。以上です。はい。じゃあ、失礼します。さよなら。さよなら。違う。違う。